はい、皆さんおはようございます。逃避観光の前田と言います。今日から明日まで、近くによろしくお願いいたします。で、2、3点ほどお願いございます。走行中のシートベルトの着用はお願いください。それと、あの目の前にビニールなんですけども、これ装着してるんで、外したりで、仙巌園、これ鹿児島のね、あの方になるんですけども、やっとこちらにね到着しましたら、食事の方が、今日はお昼ご飯全員ついておりますので、昼ご飯を先に召し上がっていただいて、それから仙巌園をフリーで散策していただくというお時間を、お取りいたします。はい、それではですね、今から、長崎道をまた北上いたしまして、で、スジャンクションから長崎道からね、九州道、熊本、宮崎、鹿児島方面の方で入って、行きます。で、またひたすら走りまして、宮原のサービスエリア、ここでね、お休憩を取ります。フェリー市街地までフェリー15分くらいですかね。で、結構しょっちゅう行き来してますので、フェリーでね、桜島の方に渡ってぐるーっと回って、大隅半島で言ったら黒酢とか福山の黒酢とか CM であると思うけど、ああいうのがね、あちらの左の奥の方ですねと位置しますね。ということで、ちょっと桜島変わります。スターバックスってあんまりあれですかね、皆さんどうかなと思うんですけども、ここのですね、仙巌園のスターバックスは、神戸にあるのと、あと青森の弘前公園にあるのと、日本でこう3箇所あるんですけど、こう建物、スターバックスの建物自体が由緒ある建物をですね、改築して、いますので、大変なんかこうおしゃれなというか重厚なスターバックスがね、近くにありますので、ここに来てですね、ちょっと車が詰まってます。やはり土曜だから。で、こちらがね、バスの駐車場になりますので、皆様に今からお時間言うので、その時間までに帰ってきていただきます。ご注文ございます。またお声掛けくださいませ。
ご自由にご見学されてください。じゃあ私これで失礼します。何かございますか？ありましたら声かけてください。